一塁はどうか、セーフ、一塁はセーフ。バッターは5番稲葉、今日3打席目。直球をまずは高め、ボールカウントワンボール、ワンボールから投げた、流し打ちどうだ、ヒット、二塁を切る、セーフ、二塁はセーフ。そして迎えるバッターは新庄、これが3打席目になります。打った、右中間へ、ワンバウンド、二塁ランナー今ホームイン。ファイターズゲームを振り出しに戻しました。新庄タイムリーヒット、右中間深いところへのツーベースです。第1球を投げました、サード取ってファーストへ送る、一塁アウト、木本これで3打席連続のヒット、これでワンアウト、ランナーは二塁三塁変わりません。右バッターボックスは8番高橋、これが3打席目になります。直球ボール外角高め、1つ外したボール、第2球を投げました、打った、バックホーム間に合うか、一塁セーフ。ここで迎えるバッターは金子、今日3打席目、打ちました、ショートボールを取る、ファーストへ送球、一塁アウト。7回の裏が終わって1対1、ファイターズ同点に追いついています。カープこの回はクリーンナップからの攻撃になります。先頭バッターは3番新井、今日4打席目。 D5 番トーマス、今日2人目のピッチャーとして登板です。胸元直球ストライク、ワンナッシング、ワンナッシングから投げました、打った、新庄前進センターを使いました、ワンアウトです。これでワンアウトランナーはありません。左バッターボックスは4番島、これが4打席目になります。ワンナッシングから投げた、打った、ライトオーバー、ぐーんと打球が伸びていく、切れていきます、ファウル、第3球を投げた、ファウルボール、打ちました、これはショート一塁送球、一塁アウト。今日2本のヒットを放っている栗原、第1球を投げた、新庄交代、ダミーキャッチ、センター取りました。トーマス見事カープ打線を三者凡退に抑えています。8回の表が終わって1対1、現在同点です。ファイターズこの回1番からの好打順、先頭バッターは1番マシーナス、今日4打席目。大島マウンドを降りまして、横山今日2番手としてマウンドに上がります。打ちました、取った、一塁送る、一塁アウト、ワンアウト、これでワンアウトランナーはありません。バッターは2番森本、これが4打席目になります。真ん中ストライク、ストレートはアウトコース高め、真ん中にストライク、フォークボールを使ってきました、2&1、打った、ボールを取った、ファーストへ、一塁アウト。バッターは3番小笠原、今日4打席目、打った、ぐーんと打球は伸びていく、さらに伸びていく、センターに送った、ホームラン、ソロホームラン、発球は無情にもバックスクリーンへ、初球をうまく捉えました、横山打たれました、ファイターズ勝ち越し2対1。直球決まってストライク、ワンナッシング、ワンナッシングから第2球を投げました、ヒットになります、ボールは中継、次のオール、これで今日は4打数の2安打。左バッターボックスは5番稲葉、これが4打席目になります。直球ストライク、ワンナッシング、さあ次の投球です、打った、ファーストボールを掴んだ、アウト、スリーアウトです。8回が終わって2対1、ファイターズ1点勝ち越しです。さあいよいよ9回に入ります。この回のトップバッターは山崎、今日4打席目。トーマス降板、マイケル今日3番手としてマウンドに上がります。第1球を投げた、
ファールグラウンド、ボールをつかみました。山崎ファールフライに倒れました。これでワンアウト、ランナーはありません。ここまで2安打の森笠、ファーストつかみました。森笠、初球打ちはファーストライナーでした。あと1人、アウトロー打った。セカンドから一塁送球、一塁アウト、ゲームセット。今日のヒーローは小笠原、今日の試合を決定づける勝ち越しホームランを放ちました。お伝えしてまいりました試合は、北海道日本ハムファイターズ対広島東洋カープ、2対1、ファイターズ1点差で勝ちました。実況担当川地直樹で札幌ドームからお伝えしました。